あーいいな、景色がなんか夕焼けっすね。ね、急にサブちゃん回し出したんですか、もしかして。急にね、やば。後ろの窓閉めてもらえないかな、これ。いや、今回はですね、あれ合ってる合ってる合ってるね。たくまとね、ちょっとしたお出かけなんで、およそ1キロデートですね。そうだね、横浜方面です。久しぶりだね。確かに、なんか浅草以来かな、デート的な感じは。そう、そうっすね。あの、あれか、動画ではそんな感じじゃない。動画ではそんな感じ。そうだね、はい、わかります。まもなく右方向横浜方面です。今回はまあ、たくまの高校出たじゃん。はい、高校卒業してからの話とか。高校卒業してからの話なんか何もないっすよ。え、でも仕事したじゃん。何してきたとかさ。仕事っすか。うん、高校は何っすか。頭いい高校だったの。いや、もうクソ悪いっす。静岡でしょ、あれ。まあでも悪いって言ったらあれ、まあ、申し訳ないけどえ、でもあれだっけ、柔道の特待かなんかだっけ。朝で僕特待で行きました。特待生か、はい、すごいな。横中央方面です。なんかあれかな、柔道に力入れたかったのかな。いや、もうなんか運動がマジで強い、全部。ああ、そうなんだ。あれっすよ、佐々木うるか選手いるじゃないですか。うん、佐々木うるか選手は先輩っすよ。あ、そうなの。はい、高校一緒っす。佐々木うるか選手はレスリング部だったっすね、その高校の。え、学年も被ったもん。被ってないです、4校なんで。ああ、なるほど。そうっす、あのちょうど被らんかったっすね。確かに。相撲も強いし、レスリングもめっちゃ強いし、水泳も強いし。この先左から全部強いじゃん。あとはなんか強い部活あったかな。なんかみんなほとんどなんか特待とか絡んでましたよね、強い選手は。あ、じゃあ柔道で、はい、柔道での最高なんかな、最高のあれは、例えば県大会優勝とか。例えばね、最高なんだろう、最高成績っていうか。覚えてないですね。 あんまり覚えてない。マジであんまり覚えてない。でも高校の時はそんなにいい成績は残せなかったんですよ、確か。中学はまあまあみたいな。中学の時がまあそこそこだったんで高校行けたって感じですね。ああ、そっか。だから高校行けちゃったらもう、なんていうんですか、ちょっとモチベ下がっちゃってこっちとしてはもういいやみたいな。まあいいやとはならなかったですけど。まあまあそこ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 真面目にはやりましたけど、一応。なるほどね。あ、じゃあ出てから、はい、自分で探したりするじゃん、就活っていうか。はいはい。まあ、学校の推薦があるのかな、就活も。どうなんだろう。まあ、これいろいろあって、僕高校卒業して現場勤めたんですけど、親の知り合いの、うん、そのなんていうんですか、リフォーム会社みたいなところに。ああ、リフォーム会社ね。そこがマジで想像を絶するぐらいブラックだったんですよ。おー、マジでやばい。そのぐらいもう36時間不眠不休とかじゃあマジで 36時間不眠不休で、そのやっぱ工務店だったんで、うん、その納期があるわけじゃないですか、うん、お客さんに渡す、うん、でよくやってたのがあのテナントの改装とかそっち系だったんで、あー、オープン日が決まってるわけですよ。なるほどね。お店側としてはだけど、もうカツカツのそのスケジュール組んであるから、うん、こっちは間に合わせないとっていうので、もうマジで寝れないぞこの現場みたいなっていうので、36時間不眠不休で、うん、で、まあ、やり抜きます。お客さんに渡してよっしゃ帰って寝れると思うじゃないですか、うん、で帰って、あの高校場帰ってトラックから荷物を下ろして、うん、でそのまま帰って、で、まあ、そういうのがあって給料明細見たんですよ。36時間不眠不休は1日カウントだったっすマジで時給がやばかった。本当に時給300円ぐらいだったっす、確かマジでやばかった、あれ見た時に。時給300円だけど、やっぱ職人の世界だから、うん、その若い時はなんか、うん、もう本当泥水すすってでも頑張りみたいな、なんか分かるっすか、あのその精神ね、頑張る精神的な。俺らの若い時は10万なんてもらえんかったみたいな、うん、あ、そうそう
マジで休みとかもなくて本当にビビるぐらい、休みないし10時間労働も当たり前みたいな、やばいな。それで手取り11万とかだったんですよ。でその話を誰にも言わなかったんですよ僕。2年半ぐらい知り合い、友達とかにね。でその途中でみくるに会ったんですよ1回、うん、でみくる夜とか誘ってくるじゃないですか、うん、遊ぼうぜみたいな、うん、でその時にあごめん仕事だわって言って、僕もうなんかまひっちゃってて感覚が、うん、当たり前みたいな、そうそう夜中働くの当たり前みたいな感じになっちゃって、うん、でみくるは多分僕が遊びたくないと思ってて嘘ついてると思ったんですよ。ああなるほど。だから同じ頑張りで仕事しとるわけねえだろとか言って、監督に変われとか言ってきて、いや無理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 みたいな、マジで変われんと思って。ちょっとまあ嫌ってると思ったんだろうね。そうそうそう。でも本当にガチ仕事してるからこっちは。その電話を持ってる時間もなんか言われるし、だからきついなと思って。でそこでだんだん、え俺もしかしておかしいんじゃないのかなって思い始めた、そっから。ああなるほど。そうそうそう。そうおかしいよそれは。マジできつかったっすもん。でも俺と出会った時もそんぐらいの頃じゃない、そのちょっと後ぐらいじゃない。そうですね。だからミクルから誘われ出した時に吉田君に出会ったんで僕。うん、あのとこが懐かしいなマジで。そうですね。あの時は衝撃だったもんね、吉田君との出会い。え覚えてないですか、初めて吉田君と出会ったの。どこだっけ。僕覚えてますよ。あの海浜松です。浜松。はい浜松で、うん、僕とみくるが浜松行ってて、うん、なんか暴走族狩りみたいな。ああ行ってた時に吉田くんちがあのゲーセンで出会ったっす。ああなるほど。覚えてないですか。いやでも覚えてるかも、なんとなく。その時初めて見て、何この生徒だけでしょと思ってドイタチー格好しとったし、吉田くん知らなくて、地元の先輩みたいな。あ、そうなんだ。たまたまね、松浜でね。で、多分吉田君とは僕の話聞いてたと思うんですよね、その時。あ、聞いてた聞いてた。で、あ、こいつがタクマかみたいな感じで、なんかよろしくねみたいな感じ、すごいフランクな感じで来て、あ、いい人だって。ああ、だってもう強いやつおったって言っとったから、うん、その喧嘩俺見てないからあれだけどさ。めっちゃグイグイ来るから怖いなとか思う。でけえしでけえし、めちゃくちゃイカチー格好してるし。いやタクマも変わらんからね、それで言うと当時は。こんな見た目じゃなかったんだよ、本当タクマ。どんな見た目だったんですか。今はこんなね、やり手営業マンですか。これやり手営業マンじゃないですよ。当時はもうこんなんじゃないですから、本当にただのやから。いや、それで、なんか、なんていうんかな、メガネあんましてなかったイメージが。ああ、メガネしてましたよ、僕。あれかな、その、海であったりしたの多かったから、潜る。ああ、確かに、潜るときはメガネ外しとったかもしれないですね。そうすると、一気にこれ目つき悪くなるんですよ、この人ね。目見えないですから、目細いじゃないですか、ね。今はコンタクトだから、だいぶね、しっかり見えるけど。それで言ったら、昔レーシングする前にミクルもそうじゃなかった。あ、そうだね。マジで別つけられたんですもんね。そうだね、ミクルもそうだね。こんなん。誰が喧嘩打っとると思われる。打ってないのに。目合わせてるつもりじゃないのに、名前見てるだろう。感じよね、多分ね。真剣にガチ目悪かったですもんね、悪かったね。めちゃくちゃ目悪かったですもんね。アウトサイドチャンピオンになる前までだっけな、チャンピオンまでだっけな、なんかマジでなんか相手のその近くまで行かの顔見えんぐらいだったって言って見てましたもんね。懐かしいっすね。でも思い出すね、俺だって吉田君に2回目会った時に海で西貝渡されたっすもん。西食うかみたいな。何このなんかもうなんていうんですか、あの最初なんか人類が狩りし始めてあの貝食べてる感じする。なんかバーベキューのゴミとかの網をリサイクルして石とかでコンロ作ってなんか そこら辺で取ったのをなんか食っとるじゃないですか。何でもかんでもこれマジうめえ食ってみて。で僕ちょっとなんか抵抗あってマジかと思いながら食ったらマジうまくて、うまいよね、マジうまくて、でなんかその場にいた誰かと一緒に調理行ったっすもん。あ楽しいよね、でもああいう遊びって楽しかったっすね。マジ
達いなかったんで地元で。あ、地元がそのちょっとまあなんていうんですか、海側じゃなかったじゃないですか僕。どちらかというと。ちょっとナイフだね。そうですね。だからあのあんまり海行く機会とかなくて、意外とちょっとなんか都会っぽい遊びをしてた感じだったんで。ちょっとなんか例えば手足駅行ったりみたいな。あ、そうそうそう、駅行ったり、今から沖行ったり。なんていうんですか、ああいういきなり夜中に公園に集まってサッカーとかやる感じの遊びをなんか、あ、いいね、小学校以来久しくやってなかったんで、やっぱこういうの楽しいなってなって、そっからあの高遠に行くようになったんですね。で当時その超ブラック企業で働いてて、はい、それどんぐらいやってたの？超ブラックでも2年半ぐらいですかね。2年半目くらいの時に頑張ったよ。その地元のもう頑張ってるのまひってたんですよ。だから分かりますこの感覚。なるほど。だから今本当ブラック企業とかに勤めてる人は多分ブラックって気づいてない可能性が多いですから。これが当たり前なんだと。で初めてその連れと、なんか地元の連れと、あの中学の同級生ですね、の同窓会になんか久しぶりに誘われて、僕その高校3年間寮生活だったんで、その僕が地元に帰ってきたことをほとんどの連れが知らないんですよ中学。あ、その結局仕事忙しすぎてどこにも顔出さないから。ああ、そもそも帰ってきてないと思ってるってこと。そうそうそう。で、うん、なんか拓馬何やってんだろうみたいな。で久々になんかそのめちゃくちゃ仲良かった連れに会って、やっぱ久しぶりじゃんみたいな。え、もう帰ってきてんのみたいな。大学行ってなんか柔道やってるのかと思ったみたいな感じで、その大学なんてもう行かんよみたいな、地元で働いてるよみたいな、マジで今度じゃ飯行こうよみたいな感じで、そいつがなんか地元の連れとか呼んでくれて、近くの居酒屋でなんか飲んで、その時にお前の会社ヤバくねってなったんですよ。マジでヤバいよみたいな。しかも高校卒業してるんでしょみたいな。確かに、ね、まあ、一応ねみたいな。多分俺の会社入れるか俺の会社来いって言われて、その連れに本当に入れるならじゃあ行くわって言って、辞めて港に行ったんですよ。ああ、そういうことか。はい、その港の仕事にね。そうそうそう、お世話になったんですね。港で車積んでましたね。港で車積みの仕事を。そうですね、あの狭いところ港を立ててガンガンガン突っ込んでくる船に。あ、船にね。船に国内車、あのスズキの車とかをガン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 積んでいく。だから海外に送るようか。海外に送るようはやってない。僕ら国内線っていうやつでちょっと忙しい系の。国外線はもう、もう3000台とかを3日間かけて積み込んだりするんで、あれですけど、国内線はもうすごい、なんていうんですか、激しく。分かんないって、これどっちやったっすか俺。いや、合ってると思う。あ、アクアラインね。車積みはマジで面白かったですね。結構車好きな人とかは車積みおすすめっすよ。ああ、俺好きだな。じゃあその、まあ、もちろん新車とかも扱えるんですけど、その、まあ、言っちゃえばその普段乗れないような高級車とか、レクサスとか、その、まあ、いろんな車をまず乗れるっていうので。ああいいね。そうなんですよ。あと使用できますと、多分運転が上手くなるんですね、間違いなく。あ、ぶつけたら終わりなんで、新車だから。確かに。もうマジでボーナス減給とかいうレベルじゃないですよ本当に。もうマジで。でもめっちゃ狭いとこ行くんでしょ。めっちゃ狭いとこ行きますねマジで。まあ、船によっても古い船とかだとマジで狭いんですよ。ああ。でも下の甲板っていうかなんかあるじゃないですか、あの鉄板がもう滑り止めがもう古くて擦れすぎちゃってもうツルツルなんですよ。雨なんか降ったらマジでドリフトっすよマジで。滑り倒すみたいな。自然に滑っちゃうみたいな。そうそうそう。滑ったらハンドル触らないみたいな。年にね。そうそう。アクセル踏んだりするの。そうそうそう。ブレーキ踏んじゃダメみたいな。やるとね。そういうなんかのも教えてもらうんですよ。ああ、なるほどね。そうそうそう。最初は先輩が横に乗ってくれて、でもうハンドル握られて、触んなみたいな。はいみたいな。なるほど。それはどんぐらいやったの？それも3年ぐらいありました。長いね結構ね。でもその2年、あの2年半があったから多分
うわ何この、こんなんなんだって思ったんですよ。まず給料に驚いたし、給料良かった、給料良かったっすね、マジで。あ、やっぱ最初の手取り11万があるからか。いやでもシンプルにいいです多分。ああそうなんだ。そうそうそう、ちょうどその時あの震災があったんで、あ車がめっちゃ売れたんですよ。震災で車流されちゃった人たちが、やっぱ軽とかやっぱ買うんで、すごいめちゃくちゃ車が売れてて、あれですけど、っていうのでもうめちゃくちゃ、でもその時も残業とか結構してましたね、普通。なんか不合みたいな感じじゃん。不合でもない。その残業が多かったってことか。残業多いんですけど、実際に働いてる時間はそんなに長くないんですよね。あ、そうなんだ。拘束時間がめちゃくちゃ長いんですけど。あ、はいはいはい、こっちは船に合わせて動くわけですよ。なるほど、ね、で船って同じタイミング、あの波の海の荒れ方とかで着岸できなかったりする。着岸ってあの港に着けれないわけですよ。だからちょっと沖で波が沈まるまでその沖で待機してて、その待機時間が2時間とか3時間なんで、あ波が落ち着いてから入ってくるわけですよ。だから2時間3時間こっちは動けないんですよ。だからずっと詰め所で2時間3時間ひたすらみんなでゲームやったりとか寝たりとか。それも楽しそうやんね。仲いい友達がいたら。だからその港の人たちはマジで仲いいです、みんな。あ、みんな仲いい。超仲良し。もう本当家族よりも長い時間一緒にいますからね。確かにそうだね。本当に。だからすごいみんな仲良くてすごい良い人たちだったんですよ。今でも普通に連絡取ったりします。あ、そうなんだ。元気っすかみたいな電話もするし。そういうのいいね。地元帰ったら、そういう昔の仕事の先輩たちとかも会いたいんですけど、それもいいね。俺結構ね、帰ると会ったりするよ。いや、会ってますね、吉田君。会ってる会ってる。僕はもう地元の連れぐらいですかね、中学の同級生。あで、その後よね、その後3年、まあ3年それやって、港で。はい。次は？そこからまた現場に戻りましたね。現場にね。現場って言ってもね、僕は足早行きましたね、最初。足早で、まあ、釣れが足早やってたんで。なるほど。釣れがなんか人がおらんみたいな感じで。トビさんか。そうで、足早をやって、まあ元々そいつが足早の親方やってたんで。で独立してて。なるほどね。手伝ってみたいな感じで。その港の仕事もなんかある程度ちょっとまあ極めたっていうか、ああもうなんかちょっと同じこと繰り返してるなってなってきちゃってたんで、ちょっとなんかちょっと飽きたみたいな、ちょっと物足りなくなってきたんで、で変えたんだ。そうそうそう、まあ、ある程度そのリフトの免許とかも取らせてくれたんで、あその取りにくい取れる資格を何個か取って、でもう次のなんか仕事やりたいなってなって足早行ったっす。足早マジできつかったっす。足早きついよね。足早さん俺マジ本当東京の足早さんとかマジで尊敬するっす。ああね、俺も思う。マジでこんなバカ狭いとこに組んであるじゃないですか、こんなとこマジ大変だったでしょって思うっすもんね。見ちゃうっすもんね、やっぱ足場組んでる人とか。見ちゃう、見ちゃう。現場仕事やってる人とか、あーそこ大変だろうなみたいな、マジ思うよ。で、まあ、今の時期だいぶ涼しくなってきたからさ、あの夏の頃とか、夏のマジでチンチンにガンガン暑くなったあの足場材とかマジ首持つと首やけどしますからね。ね、本当よ。え、一回火入れたのぐらい暑いですからね。めっちゃ暑いよね。あ、タクマさ、はい、よくなんか力持ち自慢みたいなやつトビさんやるやん。やるっすね。あれ、え、一足でしょタクマ。僕一足だったっすね。じゃあアンチ、1800のダブルアンチ。はい、僕確かマックス何万いけるの、手かからないギリギリで確か7ぐらいだった気がします。7万いける、すごいやん。でもマジでプルプルっすよ足。プルプルだし、そんな超高い高いというか遠くまで運べるんですよ。あー、ちょっとペンペン。もう持てるか持てないかの話ですよ。なるほどなるほど。その足場はなんか足場板なんか手が回れば大体持てるんですよ。ああなるほどね。7枚とかになってくるともう手回んないんで。え、じゃあサブは、サブ何本いけたかな、多分9ですね。33だった気がします。やばいね、それ相当重いやん。33アンチより全然重いでしょ、重量でいうと。
まあ、持ちやすさで言ったら圧倒的に、まあ、確かにね。なんで多分重量的にはそっちの方があれですけど、持ちやすいね。確かに。だから33だったっすね。確か9本。9本。サブログこんな話して分かる人います？誰得っすかこれ。マジでもう男性多いですから。でもあの足早さんとか現場の人たちが好きなのは腕相撲。ああ腕相撲みんなやりたがる。やるかみたいな。ね、あのすぐこうやって腕に力入れる。腕太い一万みたいな。前腕一万。そう。でもやっぱトミさんってさ、やっぱみんな仕事が筋トレみたいな感じだから。そう、みんないい体してる、ね、マジで本当そうよね。みんないい体、肩とかさ、怖い筋とか自然につくもんね。だ多分すごい元気だと思うんですね。不健康な人あんまりいなさそう。そうだね。で聞いたことあるのがさ、よくさ夏場とか熱中症になるじゃん。あ、はいはい。まあ、足場の上から普通に汚い話だけど、おえとか普通に吐いたりしながら、でもまあ仕事やるしかないから、うん、ね。なんかありましたね、マジで。まあ、あんまり覚えてないですけど、足場に関してはなんか、その一緒に足場やってた親方が、その事業を変えたんで、事業変えたっていうか、やる職種を足場からその設備系に変えたんで、そのガラッと足場屋さんやることがなくなって。なるほどね。足場はだからトータルで8ヶ月ぐらいですかね。あ、8ヶ月。はい。その時はでも僕人生一番痩せてました。一番何？一番痩せてましたね、その時。高校の時よりも痩せてました。何キロぐらいなんですか？その時が多分75ぐらいなんですね。すごいよ。東京来て、まあ、はい、東京来て25キロぐらい太ったの。そうですね。普通に考えたらやばいっすよね。まあ今でもね。じゃあどうなのあれは。あ、減量、減量じゃない、うん、ダイエットですか、うん、まあ、普通にいい感じですよ。なるほど、うん、まあこれはね、またそうっすね、次の動画というかまた撮影もあるんでね。で、その後も仕事してるでしょ。足場屋さんの後もしてない。足場屋さんの後だからその授業を変えて普通に、今度は鍛冶屋っていうか設備屋さんですか。鍛冶屋さん、設備屋さん、あの工場、プラント工事って言って、あのプラントに機械据え付けたりとか、そういう感じですね。ああ、なるほど。まあ設備だね。そうですね、設備系。ミクルが引き屋だったっすよね、確か。そうだね。引き屋さんから、あの機械を預かってさらにその細かいところに落とし込むみたいな。ああ、なるほど。感じな仕事だった。それちょっと多分コアだと思うから、多分分かる人少ないと思う。確かに。こんな何言っとんのこいつってなったんです、多分。そんな仕事知らんみたいな。でもね、あの鍛冶屋さん、鍛冶飛びっていうんですかね、鍛冶飛びとはちょっと違うか。でも普通に現場にこうミリ単位でこう大きい機械据え付けて何十トンもある機械を、でも溶接で借りしたりしてやってました。溶接大好きだったんですね。溶接、溶接やりたいな、また。あ、なんか潮見みたいな綺麗な景色。潮見、確かに潮見みたいな。ほら、まあ、確かに潮見みたいな。ここいいな、海があってこんな風に。楽しかったっすね、現場。楽しいよね、現場。普通に楽しい、やりがいとかもあるしね、やっぱね。あ、じゃあそれで最後か。そうですね。で東京来たのか、去年の夏に。そうっすね。なるほどね。え、一番楽しかったのは何？じゃあやってきた中で。え、一番楽しかったの、こうつけがたいな、マジで。全部楽しかったっすよ。でもあのブラック企業だった時も楽しかったっすもん、仕事の内容は。普通に、あのなんかものづくりだったんで、その大工もやるし、まあ工務店のそのなんていうんですか、元請けだったんで、大工もやるし、ペンキも塗るし。そうなんだ。あの左官もやるし。何でもやみたいな。そう、本当に何でもやってましたね。もう1から100まで、あ、1からもう0から100まで全部工務店できちゃうような職人さんが揃ってたんで。ああ、それすごい。家具屋さんとかも。だからまあ、結構ガチめで僕多分、時間かかるんですけど、1人で家建てれると思うんですよ。
おお、すごいね。あの基礎とかはちょっと無理かな。基礎だけ基礎屋さんにやってもらえば、うん、そっから多分時間かければ多分普通にめちゃくちゃ時間かかるんですけど、多分家建てれると思うんですよ。あ、いいじゃん、建てようもないです。じゃあ住居も乗れるし。あー、そうね。タコ結構さ、うん、免許いっぱい持たなかったっけ。持ってますね、いろいろ。いろいろ持ってるよね。いろいろ持ってます。なんか、まあ、リフトでしょう、まあ、車でしょう。ああ、リフト、車、クレーン、リフト、車、クレーン、あと、変なパーカッションみたいなやつ。パーカッション、なんかくっさく機みたいなとか。重機も限定解除してるんで。あ、もうどこまでも行ける。どこまでもでかいやつ。どんだけでかい、もうメガ重機みたいなやつ乗れるっていう。あとはなんかいろんな、あの座席みたいな、作業専用車みたいな感じケースよね。足場もいるしね。そうそうそう、なんか足場もなんか持ってますね。でも多分現場系やってる人はほとんど持ってるんじゃないですか。まあそうだね、今厳しいから多分、うん、現場に入れないと思うんですね、資格ない人は。そうだね。なんかさ、最近さ、どんどん厳しくなって、うん、ちょっとさ、インパクトとかあるじゃん、はいはい、あれでさえ免許いるらしいからね。マジっすか。振動工具って言って、あ、振動工具は持ってるわ。あ、持ってる。振動工具は持ってますよ。振動工具と、あと研磨、あ、そのグラインダーの刃を取り替える資格みたいなこんなんいるみたいなでもマジ危ないからね、あれ。まあ確かに確かに、ただただ確かに本当に確かに危ないけど、うん、この資格いりますかみたいなのとかありますからね、たまに。そういうの取らないと付け替えれない。なるほどね。まあそうよね、どんどん全部資格よね、まあ、今の現場はなんかさらにもっとヤバそうだけど。確かに途中からなんかもう高所作業もなんかハーネス講習みたいなのがよく分からんすけど講習ねこんなに、こんな資格言いますかみたいな。料金は800円。結構やってきたね。じゃあ結構もうなんか結構いろんな仕事やってきてるかもしれない。でそっからの YouTube と、YouTube となんか営業とアパレルじゃないですか。やっべえっすよ、マジ。他に何が残ってるくらいの勉強が結構たくさんあると思うんですけど。まあね、まあ、たくさんあるけど、結構あれだね。経験値でもすごいね。じゃあね、結構あの、たくまに、はい、そのフォーカスしてほしいみたいな声もあったから。僕の何が知りたいんですか。やっぱその最近露出少ないやん。ああ確かに、まあ、忙しいっていうのもあるからさ、はいはい、撮影これんかったりもあるやん、はい、だからね、寂しがっとるわけよ。ああ視聴者さんが。100万ファンはね。いやー、そうそう、すいません、申し訳ないです。だから今回でまず濃いタクマを知れたんじゃない。濃くなくないですか。いや濃いよ。濃いっすか。まあ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 濃いよ。多分僕さ、普通に仕事好きだと思う。仕事大好きだと思うね。超仕事大好きマンですね。仕事大好き人間って、はい、でその時の仕事に本気よね。毎回毎回ね。確かになんか適当やりたくないですね、やっぱり。いや、いいじゃん。いやでも仕事は大事なんで。でもいろんな仕事あるから、もっとなんかいろんな仕事をやりたいですけどね。やりたいっていうか、なんか感じてみたいっていうのはありますよね、やっぱり。全くやったことないような。いつかおじいちゃんになったら牧場やってみるとか。じゃあマジで本当に牧場はすごい、なんかやってみたいですね。牧場とか農家とか。でもまあ僕実家農家なんで。あ、そうだっけ。実家っていうか、あのあれですね、親父の方が農家で、あと養鶏もやってたんで。あ、鳥。へえー、じゃあ向いてるかも。でもあの昔牧場物語って知ってます？分からん。なんかあるんですよ、牧場をやるゲームがあって、うん、牧場物語とかめっちゃやってましたもん。じゃあ待って、いやもう、はい、シミュレーションはできとるわけか。そうなんですけど、絶対あんな甘い世界じゃないですよ多分。ああ本当に牧場やりたいな、マジで。あ、将来はじゃあ牧場のおじさんになる可能性もあると。全然あるっすよ、マジで。あと最近ちょっとあの YouTube で見てるのが、椎茸の育て方見てました、ね、なんでよ。変わったんよな。あのなんか僕んち、あの裏山じゃないですか、あの左方向です。だからあの山安いんですよ今、めっちゃ。山自体がね。山自体本当に、まあ、安いって言ってもそんなべらぼうに安くはないですけど、うん、ちょこっとだけ山買わせていただいて、うん、そこで椎茸育てたいなみたいな。へえ。なんか簡単なんですよ。
そうなんだ。その木買ってきて、あ、なんか見たことあるな、そういえば。木買ってきて、うん、その木にあの、まあ、インパクトのドリルかなんかで穴開けるんですよ、うん、でそこに金、あの、椎茸の金を入れて、うん、で立てとくんですよ、こうやって。それを何個も置くんでしょ。そう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 。わあ、いいね。そうすると椎茸できるらしいです。椎茸じじいじゃん。椎茸大好きだった。なんかそういうなんかやりたいですね。なるほど。で家に自分の工場作って、たまに溶接してなんか。ああ、そういうのやっぱ好きなんだね。物作りとかそういう系が好きなんだね。マジ大好き。なるほどなるほど。あ、お庭に。あの僕キヨキワさんのサブチャンネル。あ、サブチャンネルじゃない。これキヨキワさんのあのチャンネルあるじゃないですか。うん、めちゃくちゃヘビーユーザーですよ僕。マジで。でも面白いよね。面白い。でも一番最近見たのはあの、うん、山小屋を作ってて今キヨキワさん、うん、それがファイナルでも完成したんですよ、うん、めちゃくちゃかっこいいあの家。かっこいいよね。すごいよね。なんか、うん、何でもできるあの職人さん、うん、本当に難しいとこは職人さんとか呼ぶけどさ、うん、ちょっと見て覚えたらじゃ自分でやってさ。すごいよね本当に。大のやりたいけどね、家作ってみたケース。そう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 。確かに。僕と吉田くんが、はい、ミクロも現場できるか。できるよ。ミクロも現場。佐々木くんもやったことあるって言ったんだけど、なんか運び屋系か、ね。普通にやり出せば多分テキパキ作業進みそう。面白いっすよね。確かに。いや、もしかしたらそういう動画も上げれるかもしれないですね。いいじゃないですか、現場。現場っていうか、なんかその、いや、ものづくり系ね。そこで力量が試されるわけですね、僕らも。そうよ。吉田君が重機で古い家を買って、うん、まずぶっ壊しと。おー、みんなでぶっ壊して更地にして、うん、まあ、基礎屋さんは基礎屋さん呼んで、まあ、基礎なくてもいいですけどね、普通になんかコンテナ飛んでもいいし、うん、ああ、なんか昔の家ってさ、基礎とかなくて石なんよね。そうですね。ああいう感じもいいかもしれない。石の上に、うん、だってたまになんか、うん、草って石についてないみたいなやつじゃないですか。これこの石何みたいな。シロアリにやられてね。そうそうそう。マジやばいよねあれ。謎の骨出てきたりとか、あの、あるあるある、古い、これ何の動物の骨みたいな。しかもでかいね。そう、ネズミとかじゃなくて、そう、もうなんかアナグマみたいな。昼寝最高に気持ちいいですからね。気持ちいいね。あの昼寝の最高具合やばい。まあちょっと今も寒くなってきちゃったけど、うん、でも現場の方も結構多いんじゃないですかね、視聴者さん。どうなんだろうな。およそ700m先左方向です。食堂気になるね、逆に。一番多い層とかさ。あー、でも確かに。例えばコメントとかでね、教えてくれるとね、うん、そこら辺は。現場多そうじゃない、意外と。確かに現場のお兄ちゃんとかに話しかけられること多いですね。東京で？東京で。そうなんだ。なんかヘルメットかぶってる現場のお兄ちゃんに。完全に。あ、でもね、あの、たくまに住ましてもらっとったんや、俺。はいはい。あの時は多かった、確かに。向こうにおる時は。こっち来てからね、あんまり会わないな。現場の人に。現場の人たちはもう、絶対誇り持った方がいいですよ。自分たちの仕事に。ね、本当よね。人が何十年も住む家とか作ってるわけですから。そうだね。なくてはならない存在ですね、マジで。大変だけど。大変だね。頑張りましょう、みんなで。うん。はい、着きますよ、もうすぐ。あ、もう着く。おー、じゃあ、こんなところでサブチャンネルは。